日本一、レイ・アルゼンチンセゾンカードカップ2021。今シーズンの J リーグはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し。セチュ、U24 日本代表は29日、セゾンカードカップ2021で、U24 アルゼンチン代表、対戦し、3-0で快勝している。26日に行われたゲーで0-1と敗れた相手に、快勝という形でリベンに成功。前回に引き続き先発出場を飾った久志、武房は、しっかりリベンジすると言って、口だ、ではなく、結果で借りを返せたのは良かった、思いますと試合を振り返った。この日はホト、ドユー、24アルゼンチン代表にペースを渡さなかった。前回対戦からの変化について、久保は、相手、やり方は分かっている分、前日からみんなで、ミュニケーションをとって、どういう風に守ると攻撃をやっていこうかという自分たちのランがしっかりハマったゲームだったかな、思いますとコメントを残した。随所で、存在感、示した久保は、コーナーキックから板倉浩志の2塁を演出している。これについて、背番号11は、1、目は、板倉を狙いましたけど、2本目はぽっかり、いたスペースに誰か入ってきてくれればいいかなって、感じでしたと振り返る。そして先輩、板倉に、板倉選手もこれから2点を取ることは、いいと思うので、しっかり噛み締めてほしいと、ダンで会場に笑いをもたらした。東京五輪までされた時間はあとわずか。久保は、自分たちで、稲見に乗って、自信を持って、かといって満身、ず、本番あるかわからないですけど、しっかり、分けたちにできる準備を、各々のチームでしてくればいいかなと思いますと、大舞台へ向けて、歯を残した。りょう。